土淵バイパスは岩手県東野市を通る国道340号のバイパス道路。東野市土淵付近東野市土淵地内における線形不良、福音教書の愛録間の解消により安全し、北上高地を縦断する唯一の幹線道である国道340号の幹線道路としての機能向上を目的に岩手県が主体となって2007年度より事業が進められた。とりわけ、 東日本大震災以降は復興支援道路としても位置づけられた。総事業費は約17億円。資料によっては国道340号土淵港区との表記も。このバイパスの愛称である東のカッパロードは沿線の観光資源とともに地域に親しまれるような道路になるよう地域住民へのアンケートにより決定されたものである起点から土淵町。 柏崎までの延長 2.84km 区間は2012年7月22日に開通した。翌2013年は終点部の L イコール約 0.4km が6月18日に残る L イコール 1.3km 区間も同年12月25日に開通し、もってバイパス前線を強用。当初の計画を1年前倒ししての開通であった。 東バイパスより北方面に向かうと、立丸峠及び上平軍を打つ地町との境にある土坂峠がある。二つとも急勾配、急カーブ、福音橋唱箇所が連続しているため、大型車の通行は進められない。ただし両峠の登記閉鎖規制は行われていない。なお、立丸峠の長大トンネルによる振動建設の予定は、 延長 5.21km の国道340号立丸峠工区として2012年10月より事業化され2014年8月12日より工事着手されている2018年11月29日に開通したありがとうございます